世紀でホワイトベースは生き延びるというのに、こんなところでむざむざと傷つけられてたまるものか。発進、急げ。あ、はい。しまった。モビルスーツめ、先にホワイトベースをやるつもりか。あのパイロットめ、ただもんじゃないぞ。オルテガ・マッシュ、モビルスーツにジェットストリームアタックをかけんぞ。もう一度ジェットストリームアタックだ。見てや、誰が乗ってるんだ。来る。しまった。わあ、これを踏み台にした。今年もあっという間ですね。三浦さん、三浦さん、今年もあっという間に一年が終わろうとしております。どうでしょうか、ジャック・バドラー。このまま地面に叩きつける。最終回、早いね。スカイさんに向かって、はい、カウントダウン、カウントダウン、カウントダウン、すごい。解散する、解散しますよ。今年もね、今年も、うん、やりますよ。来年やるかわかりませんよ。やめよ、うん、やめましょうか。やめます、やめます、やめます、やめます。誰も求めていません。いいんじゃない、いいのかな、たまには。いいのかで、10年ぐらい休んでるんだよね。10年と60超えてんの。あ、それがいい、60から20年休んで、今年で24年目だ。24年やりすぎじゃねえか。もういいだろ、もういいだろ、誰も知らないしね。ちょっと嬉しさことも知らないよね。盛り上がったことも知らないんで、はい、行きまーす。Come on!
性上がるねこれね。やっとく？リズム、リズム縄跳び。いやいや、やんない。これはいいけど。これはいいけど。これはいいけど。辛くなったら、これやればいい。あ、逃げちゃえばいい。あの、そう、よく、あ、逃げではないね。よく知りた顔は、顔はよく知りた煮物、煮物を食べてる。これやれば、疲れたら、疲れたら。最近したんだけど、あれ何？付き合ってんだったのさ。あれは付き合ってんの。まあ、どうでもいい、どうでもいい。どうでもいい、どうでもいい。知らない。最近、最近。最近はテレビ見ないから、あんまりね。大体ね、LINE で俺が YouTube にね。そう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 。あ、これか。これか、みたいなね。そういうわけで、結成24周年目、ジャック・バドラーでした。バイバーイ！そういう感じです。そういう感じだ。そういう感じだ。そうそう。どうぞやってください。かっこいいやつ。かっこいいやつ。かっこいいやつ弾いてください。はい、どうぞ。結構ね、結構リズムに合わせてやりたいと思う。いや、まあ、思わない、思わない、思わない。
やる、飛んでみろ、飛んでみろ、あと飛んでみましょう、飛んでみましょう、飛んでみましょう、あ、君ドラマーだったっけ、ここで君ドラマーだったっけ、ドラマーだったっけ、いつもの練習の成果だ、やっちゃおう、そうそう、出しちゃおう、最近よくあのフェイスブックに個人練習を上げてる大平光一さん、あ、なんてバンドのさっけ、あの有名な、あの、なんと、なんだっけ、なんてバンドだっけ、あの、何人、フェイズドリームズだっけ、なんてバンドだっけ、フェイズドリームズ、なんてバンドだっけ、なんだ、忘れちゃった、イナゲーズ、違う、違う、やっとく、ほう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 、ほほほほほほだるこいこい、ね、あっちの水は誰だ、誰だ、ちょっとだるよくわかんない、わかんなくなっちゃう、わかんなくなっちゃう、ね、ね、行きましょうか、結成47年目、あ、違うわ、あ、違う、47年目じゃん、やりすぎて、かなりさばいの3歳からだって、長え、もうこう見えてあれですからね、今年ね、12月6日で51歳です、わお、驚いちゃった、だってもうすごいから尿道がたるんできて、残尿感、おかんじゃないじゃん、残尿が、かんじゃなくて、かんじゃないんだな、ちゃんとしっかりティッシュで頭をかないと、じゃだーだーっと、おじいちゃん、おじいちゃん、立ったままおしっこできません、座ってやってます、自分介護の旅が始まっております、行きましょうか、行きましょうか、叩きますか、叩きますか、叩きたくない、やだやだ、個人練習やってきたのにこんなに、こんなに、そうだよ、やればいいじゃん、俺疲れたよ、俺も疲れた、これやろうぜ、これやろうぜ、これ7弦ギター弾こうぜ、弾ける弾ける、弾ける弾ける、大体弾ける、見てみたほんで俺ボーカルやるから、それがいいやん、あの場所が、6弦ボブレット人差し指、タブフみたい、タブフボブレット、6弦7フレット、釣り指ね、覚えた、覚えた、やれるやれる、やっと予言初見で、初見で覚えて、初見で覚えてプロでしょ、プロでしょ、じゃあ大平くん叩いて、俺ギター弾くから、そう、じゃあ俺、歌うから、多分大丈夫だと思う、そうしよう、そうしよう、それがいいや、カオティック、それ行きましょう、それ行きましょう、それ行きましょう、三浦も変わった方がいいんだよな、本当はな、で、三浦が見たいって、うん、そうそうそうすればいいんだ、なんとなく、尺ハドラじゃなくて、濁点を抜いて、尺ハドラ、尺ハドラ、尺ハドラ、行きましょうか、行きましょうか、勢いや、あ、ごめんなさい、で、そこはオンオフね、オンオフね、で、俺は割とマイクパッドな感じ、マイクパッドしてる、それじゃ、それじゃ、じゃあお願いします、踏んだりして。
よかったよかった。やれてる。俺たちやれてる。鼻に水最後までやってる。最後までやってる。バク中の下りまで。バク中の下りから、もう一回リズムナートビの下りまで。行きましょうか。行きましょうか。はい、はい、どうぞ。はい、ハナビリズム、リトリエ、リオリアのモノ。花に水、人に愛。料理はところ花に水人に愛料理はところ花に水人に愛料理はところ花に水人に愛料理はところ GO! 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 GO!Thank you.
出てた出てた来年これでいく人生変える人生変える人生変えるいや花ゲームあるとね、うん、難しいねあれ帰っちゃう帰っちゃうとっとっとっと縄跳び縄跳び係ここで縄跳び係縄跳び係とっとこうとっとこうそれもリズム縄跳びの方だ普通の縄跳びじゃないから、ね、なかなかね落ち着いちゃったねやめよっか帰ろっか普通にやっちゃったマジ結構割と後半なんかちゃんとしたからね知ってた最後俺のここのこのここの尿道に根っこ当てたでしょ一番敏感なとこおじいちゃん漏れちゃってる漏れちゃった漏れちゃった漏れちゃった漏れたっていやちょん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 ボクシング風ねこう軽いやつこういう感じこっから慣れてってじゃあ曲の間回ります若草の香りどう
ャックバトル楽しかった。楽しいんだ。あんまり楽しいって言わないけどね。毎日ミシンに追われて大変なんで。はいはいはい。ミシン道に目覚めちゃってね。職人ね。楽器の次はもうこれも極めたんで。次は復職で。そう極めました。もう極めました。いろいろやってんで。極めた。もういい。楽器はいい。楽器はいい。そうそう。服を作ります。服を作ります。難しい服を作ります。細かい声がね。じゃあ今度はミシン持ち込みで。じゃあミシン持ち込み。ここでミシンパフォーマンス。ミシンをあんたに硬い布を塗っていく。アルミ缶と硬いやつ。綺麗に。まっすぐ縫うよ。まっすぐ。結構難しいですね。割と上糸をちゃんと通して、下糸も通して、きっちりやらないと不安だからね。そうそう、難しいからね。きっちりガーッて。だから皆さんもあれですよ。いらないタオル持ってきてください。雑巾にし、こう四角くんってバッテンでね。雑巾からは初めになって、うちの師匠に言われました。村鳥美代子さん、そんな硬いもん縫うな、もっと薄いやつから始めようって。厳しいんだよ、やっぱ職人の世界。厳しい。私でも未だに絡まる。どうしてんだ、針に糸どうやって通してんの。噛んで入れてる。すごいよね。すごい息。マッサーだよね。職人ってそうだよね。そう。この道、今74だから、10代から始めて、もう60何年。どうやって入れてんだって、俺も噛んで入れてる。あんなもんさっと入れられる。楽器も一緒じゃん、だって。楽器もね、どういう練習してるんですか。してないっつも。してないっつも。でも練習してる人いますけどね。あれ、あいつだ。あいつだ。練習した。Facebook に練習してますって載せるやつ、バカがいるから。よし、いいね。今度載せたら、いいねつけてやる。ハートマーク。いいね、いっぱい押してやる。でもね、1回しかつかないんだよな、ハートマーク。ハートマーク、受けるね、泣くね、泣くね。いろいろね。で、動画抜いて Twitter とかで拡散してあげるから。そうそう。全世界ね。今度練習風景、動画でよろしく。そうそうそう。明日入っちゃう。俺の YouTube のチャンネルで上げちゃうから。行きましょうか。最後ですね。越谷。何市ここ。越谷市か。何市って。ハザンだ。何市って。越谷市。白岡市。あ、もっと。春日部市。あと何、草加市とかいますよね。調布市とかな。よく知らないやつだな。府中市、狛江市。出た。近所だ。狛江市の近所から来ました。僕はお疲れ様です。はい。今日も車で帰ります。この間さ、あれだよ。もうそろそろ車買い替えようかと思って、いろいろ見せたら、いやもう2年経ったから。もう乗ったそんなに。乗った。だから、次ちょっと俺、外車行こうかなと思って。マジで。何行くの。で、近所に。なんだ、フィアットがあったんだよね。いいねと思って、チンケジェントだね。そうあのエア、ツインエアーね。行った瞬間、バイク止めた瞬間、ディーラーがいらっしゃいます。怖い。もう久しぶりにこう名刺をこうやってもらったもん。よろしく。いいよ、あれはいいよ。でも廃屋だよ。いいよ。その後ね、さっきそこトップコートっていうところね、あのホンダのあれ見ます。N ボックスとかいろいろ BM とか乗ろうと思ってます。さあ、バイバイ。宇宙の彼方に輝く星は